I hope you guys could enjoy watching this channel. Please subscribe. どうも、トンツカタンの森本です。お願いします。今回は森本さんに英語で自己紹介する方法を教えてもらいたいと思います。なるほど、わかりました。Laugh English。早速なんですけど、はい、初対面ですっていう人とお会いするとき、森本さんだったら英語で何て言いますか？はい、ですかね。Hey でもいいですし、お好きな方で。はいとか Hey って、初対面の第一声で使っても全然。全然大丈夫です。Hey の方がちょっと砕けてるかもしれないですね。どうも、みたいな感じ。みたいな。その後何て言いますか？はい、Hey って言った後、続けて。はい、It's a pleasure to meet you。お会いできて光栄です。なんか英語っぽいですね、そこの表現。ぽいですよね。日本で習うとやっぱり一番初めには Nice to meet you って習うことが多いと思うんですけど、この表現って？あ、全然使うと思います。はい、Nice to meet you で全然使うと思います。はい、僕はお会いできて光栄ですの方がかっこいいって思ってるんで、 It's a pleasure to meet you っていう方がなんかいいかなっていうふうに思います。 Laugh English。 じゃあそうやって言われた時に返しとしてはどんな返し？ So am I、 私もですとか。Nice to meet you の返しとしては Nice to meet you too っていうのを定型文のように日本で習うんですけど、うん、それで返しも、あ、それでもいいと思います。相手が言ったことに too をつけて返すでも全然成立です、はい、もう成立しますね。意味は通じます。ちなみに今の一連の流れ A から Nice to meet you ってどんなシチュエーションでも使えるものですか？いけると思います。フォーマルなところでも多分大丈夫だと思いますけど、例えば学校に入学しました、初めてお会いするお友達に対して、はい、小学生とかがお会いできて光栄ですとか言わないと思いますから、どうなんだろうな。そんな考えなくていいかもしれないですね。そこまで What's your name? 名前何？みたいな、そういう感じかもしれないですね、小学生とかの場合は。じゃあお仕事で取引先の人と初めてお会いしますっていう時は、先ほどの表現が、うん、がいいんじゃないですかね。まあ、今できないですけど握手してとか。今 Zoom でお会いすることが多いと思うんですけど、はい、そういう時も全然じゃない。そういう時も大丈夫じゃないですかね。あんのかな、 Zoom ならではの表現。ラフに学ぼうよ。初対面で挨拶のやり取りがあって、うん、じゃあ自己紹介しましょうっていう風になった時に、じゃあまず森本さんだったら何て言いますか？ It's a pleasure to meet you. I'm Shintaro Morimoto っていうかもしれないですね。まず名前を I'm で言うことが多いですか、ね、がいいんじゃないかなと思います。まあフルネームじゃなくてもいいか。 I'm Shintaro, call me Shin とか、 Shin って呼んでくださいみたいな。初対面でもニックネームで呼んでっていうのを伝えたりするんです。はい、そしたら向こうが Hi Shin って言って This is Kevin みたいな、 Hi Kevin みたいな、お互いが言い合うみたいなのはありますね。 This is 名前でも自己紹介できるっていうことはい、それも割と普通に言うんじゃないかなと思いますね。日本で一番最初に英語で習うとすると、 My name is 新太郎森本みたいな習い方をするんですけど、はい、My name is って使います？ My name is 全然通じはすると思いますけど、まあ、日本語で言ってもその、はじめまして、私の名前は森本ですって言うのってあんま言わないじゃないですか。改まりすぎてるというか仰々しくなるので、I'm とかの方が砕けた感じでいいのかなっていうふうに思いますね。例えば What's your name? って言われた時にもう My name is とかはもうなしで、それにそのまま Shintaro っていうのがスムーズかなと思いますね。 Laugh English! 名前伝えました。その後どんなふうに自己紹介していきますか？例えば I belong to a comedy trio called Tonsukatan. I was born and raised in Tokyo, Japan. 僕はトンツカタンというお笑いトリオに属しております。僕は生まれも育ちも東京でございます。今所属するとき belong to って言いましたけど、はい、ここはじゃあ自分が働いている会社とかそういうのに置き換えますか？Work at とかでもいいのかなと思いますね。取引先に来たとかだったら I came from どこどこ。他になんか初対面で会ったときにどんな情報を交わし合いますか？ I graduated an international school here in Japan, so I speak pretty much fluent English みたいな。僕は日本のインターナショナルスクールを卒業しているので多少流暢な英語が喋れます。自分の英語スキルとかを、はい、そこで紹介するっていう、うん、はい、例えば自己紹介のときに、はい、
趣味とか聞いたりすることもあると思うんですけど、うん、そういう時はどんな流れですか？シンプルに What's your hobby? とか、聞けば答えてくれるんじゃないですかね。 I like reading books. I like playing games. とかラフに学べる英会話。最後に森本さん自身の自己紹介を、なるほど、英語でしてもらってもいいでしょうか？わかりました。Hi, I'm Shintaro. Call me Shin. I am born and raised in Tokyo, Japan. I belong to a comedy trio called Tonsukatan, and therefore I am a comedian. The reason why I speak pretty much fluent English is because I graduated an international school here in Japan. That's pretty much it about me. I hope you guys could enjoy watching this channel. Please subscribe. See you!